ははいこんにちはレトスのおのです。8月5日の3問に入る前にご連絡させていただきます。4日前から予想模試を発売開始いたしました。現状の実力を確認して、残り2ヶ月の勉強方針を決めましょう。現状の実力がわからない状況で勉強を続けても目標なく進むのと同じです。現状を知ってゴールを知ることで、これからやるべきことが分かります。早めに今の現状の実力を知り、 試験までの残り2ヶ月を有効に使っていきましょう予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます AB 間で金銭消費対策契約を締結した際に債権譲渡することを禁止する特約を、えー、約定したそれにもかかわらず債権者 A が第三者 C に対して債権を譲渡した場合この譲渡は無効となるルか×かという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは罰になります債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した場合原則有効なんですね問題文は無効となっているので誤りになりますでまた例外として債権の譲り受け人 C が悪意または重過失の場合債務者 B は 譲り受けに C からの請求を拒むことができます、まあこれもね合わせて覚えていただきたいんですけどもでその他にもまだ関連ポイントありますのでこの点は個別指導を受講していただいた方にえ解説いたしますこれもですねこのまんま覚えるってなかなかイメージしづらいと思うんですよねなので、まあ、個別指導では具体例入れながらですね解説させていただきますで続いて問いにですね「宅検業法のハッシュ制限」です 宅建業者 A は B と B 所有のコーチについて、停止条件付きで売買契約を締結したとで。この場合、宅建業者 A はコーチを宅建業者でない C に売却することができる、○か×かという問題ですね。これも考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×です。まあ、本紙はハッシュ規制の内容、ハッシュ制限の内容ですね。 ハッシュ制限の中の自己所有に属さない物件の売買契約の締結の制限という部分なんですけども簡単に言ったら他人の不動産とか保全措置をしていない未完成物件これは売却しちゃだめですよっていう内容なんですよ、これっていうのはねでもちろんハッシュ規制なのでハッシュ制限なんで売り主が宅建業者、買い主が宅建業者じゃないこの場合が適用されるルールなんですね。 でまあ、今回は売り主 A、これ、宅建業者で、買い主 C、宅建業者じゃないから、ハッシュ制限の適用があるよということです。じゃあ、今回の高地、つまり、まあ、A が C に売る土地ですね、これが他人の不動産に当たるか、つまり他人物に当たるのかどうかがポイントになってきます。で、法律では、停止上限付きの売買契約を締結した不動産っていうのはえ、他人物に当たるんですね。他人の不動産に当たります。で、今回の問題文では、この AB 間での契約って停止条件がついてるんですよで。停止条件がついた契約をしたこのコーチ、これを A が C に売るという状況なんですけども、停止条件がついているって話なので、これは他人の不動産に該当する。つまり、A は C にこれ売却することはできないんですね。売買契約を AC 間で締結することはできません。まあ、したがって誤りになります。 これもちろんですね、この停止条件が成就していたら、この高地っていうのは A 所有のものになるんですね。ここの停止条件がもう成就している。その場合っていうのは、この土地っていうのは高地ですね。この高地、土地は A 所有の不動産になるから A は C に売却することは可能です。でも問題文では条件が成就したっていうね、記述はありませんので、まあ普通に条件は成就していないものなのだと考えていただいて、 A は C と契約できない。だから誤りだというふうに答えを導きます。で、問い3です。防火地域内で、かつ近隣商業地域内にある対価建築物については、憲兵率の制限は適用されない、丸かバツかという問題です。えこれ、答えバツですね。防火地域内にある対価建築物で、憲兵率の制限がなくなるのは、憲兵率の限度が10分の8の場合なんです。つまり、 防火地域内かつ耐火建築物かつ検閉率が10分の8この3つを満たす場合に限って検閉率の制限がなくなるっていうことなんですねで商業地域の検閉率これっていうのは10分の8って決まってましたよねそしてこれは昨日のメルマガでもお伝えをした内容ですで今回の問題文は商業地域ではなくて近隣商業地域なんです で、近隣商業地域の検閉率っていうのは10分の8ではない場合もあるんですね。具体的には10分の6の場合もあるんですよ。10分の6もしくは10分の8。まあどちらかなんですね。これ都市計画で決めるんですけれども、まあどちらかなんです。従って10分の6の場合だと検閉率の制限がなくなるというルールは使えないわけですよね。従って誤りになるということです。一応問題文確認しておきますね。防火地域内で、かつ、 近隣商業地域内にある対価建築物ですよね。まあ、ここの二つは要件満たします。防火地域、対価建築物。ここは OK なんですけども、近隣商業地域、ここについては、憲兵率が10分の6の場合もあれば、10分の8の場合もあると。で、10分の6の場合は、憲兵率の制限、適用されます。従って、誤りになるということです。 きちんと考えれば答えを導けるっていう問題って意外と多いんですね。まあ、このきちんと考えるっていうのはきちんと理解するってことなんですけれども、そういった問題って非常に多いんですよ。で、多くの方がきちんと理解せずに丸暗記をするから、結局、本試験の時に忘れたってなっちゃうんですよね。まあ、大体、本試験も頭真っ白になるんですよ。これっていうのは、どれだけ勉強してる方でも、やっぱ同じなんですよね。もう誰でも緊張します。私もやっぱ緊張するんですよ、本試験の時って。 で、緊張して頭が真っ白になるっっててうのをを前提でで勉強をしるるんですね。頭が真っ白になるからこそ丸暗記じゃダメだなと理解できるものについてはちゃんと理解をしようっていうふうな方針で私はずっと勉強してきましたで実際個別指導でもそのようにお伝えをしてるんですねだからこそ1回でも合格できるわけですよそして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方 予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。 レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました「レトスのモノ」でした今年絶対合格しましょう